おはようございます。メジャーリーグ神戸三日月と申します。この後はゼロプラスゲートという新規事業 の戦略の会議になります。今日は初めて見せてもらいたいんですけど、はい、前回から何か進展ありましたか？前回2つくらい進展があるかな。1つ目は今働いてる株式会社トマップっていうところで、前営業部長って話したかもしれないんですけど、今は経営幹部として経営の方に一緒に入らせてもらうことになりました。あともう1つは、まあ、めちゃめちゃ運動好きなんですけど、ジムだけじゃなくて水泳も始めました。つきましたね。はい、小泉君ほど優秀だったのか、いろんな企業からオファーとか来たりする？オファーは、まあ、ありがたいことに、そうなんだ、企業側からいくつかは、はい、結構大きい会社とかも、そうですね、大きい会社からもいただいたり。でもそこに行こうっていう考えはないですか？今はないですね。なんで？なんか大学生のうちからたくさん挑戦させてもらって、自分でやるのが、まあ、すごい楽しかったんで、引き続きトマップの方で経営に携わっていこうかなって。まだまだ学生なんで、学生卒業したらもっと思いっきりやりたいなっていうのは思ってます。今日の予定は聞いてないんですけど、今日どんな予定ですか？今日の予定はこの後大学朝行って、はい、でお昼からオフィスの方行って、はい、で夜はちょっと運動して終わろうかなと思ってます。じゃあ今日一日よろしくお願いします。お願いします。授業友達と受けてました。大学の友達と遊んだりとかするの？遊びますよ。今週とかだったら一緒に江ノ島とか行きますよ。リア充古いですね、リア充は。この次はこの後はちょっと駅移動してお昼ご飯食べて、で午後からは仕事しようかなと思います。お昼ご飯はおしゃれなとこでやったの？いや、今日普通に松屋で。あ、松屋？いつもそういうとこ行くの？いや、松屋は週2、3で松屋か、天屋か、吉野家。自炊とかしないの？自炊全くしないっすね。お米とか炊くのもちょっとめんどくさくてしないっすね。細見くん、ハト。これはもう本当に無理。ハトだけは本当に無理。本当に無理ですか？本当に無理。降りました？うわぁ、やばい。抜けた。ハトゾーン抜けた。松屋。じゃあ松屋でご飯食べてきます。はい。好きなメニュー、ネギ玉牛めし。今日牛カルビ定食。でもなんかあれ出てからインスタとかツイッターとかでなんか連絡くれる人結構いて、なんか頑張ってみようと思いましたっていう。就活？そうです、それそれです。とかなんか社会人とか、うん、高校野球やってる子からとかも連絡が来たりして、すごい。なんか僕は群馬県で高校野球やってますみたいな。なんか自分も頑張ろうと思いましたみたいな。でも見てくれてるんだね、一瞬で。見たいっすよ。嬉しいわ。コンフィ君は大学1年生の時からインターンしてるんだって。そうっす。すごいね。どうやって見つけたの？ Facebook っすよ。Facebook って結構大人いるんで、うん、でなんか経営者とか、うん、ビジネスじゃなくても、うん、スポーツ選手とか、俺甘いもん好きだったんで、うん、ケーキ屋さんとか、うん、スイーツ屋さんとか、うん、そういうのもたくさんフェイスブックに大人がいて、うん、DM 送ったらすぐ話せるんですよ。だから俺はなんかある意味そのフェイスブックで自分の次の道を探してた感じでしたね。フェイスブックで探そうと思ったのは何だろう？なんか当時の監督だったかな、うん、まあ、今の時代結構 SNS がやっぱ出会えるし、こんな田舎にいてもなかなかね出会えるもんはないから。自分はあの千葉県の房総半島、房州とかの方に、うん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 、だからなんかレッピデとかでもそうですそうですそうです、うん、ただその時の監督に、うん、なんか穂積は本当にお前は消防士でいいのかってことを言われて、もっとなんか広いぞってそう言われて、まあそういうのいろいろ見てみたんです。すごいね、その監督。
すごいっすよ、うん、まあいい人に巡り合えたっすね。ね、運動得意なの？運動はもう大好きっすね。ね、めちゃめちゃ好き。あのでもできないこともいっぱいあるんです。料理とか。料理は俺に任せちゃいけないです。本当に大変なことになる。外食しか行かない。冷蔵庫の中バナナとヨーグルト、うん、どうしよう、マジでしかない。バナナ冷蔵庫に入れない。え、そうなんですか、うん、バナナってどうやって常温。へー、腐んないんですか？腐らないんですか？腐らない。食べる。そうなんだ、うん。今冷蔵庫に入ってます。美味しかったですか？美味しかったです。お腹いっぱい寝れましたか？え、なったっすよ。安定の松屋落ち着きました。この後はミーティング準備して、うん、1時からはずっとミーティングです。おー、何時まで？最後は自分はミーティングじゃなくて人事の仕事なんですけど、うんうんうん、6時に面接やってそれで今日は終わりです。なるほどね。じゃあそれまでもちょっと、はい、カズミ君の仕事風景撮っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。これ何ですか？これは俺です。これはこれマスコットキャラクター的な感じで。ちょっとこれもやってみてください。仕事モードに切り替わってきました。切り替わってきました。Tシャツも素敵ですね。あ、これうちのサービスのゼロクラス。素敵ですね。そうです。今トマップではあのプログラミングスクールとかみんなでこれを着て働いてます、うん、いいっすね。いいですね。今は何されてるんですか？今次のミーティングの準備してます。うん、ちなみに仕事どういうことしてるんですか、小泉くん？仕事は自分の仕事としては今は経営戦略の部分と、うんうんうん、あとは事業部の統括の仕事させてもらってて、はいはいはい、で会社自体は今ゼロプラスっていうサービスとゼロプラスゲート、あとゼロプラスメディアっていうプログラミング教育とかを扱うサービスをやってて、はい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 、この後は今次にやるのは普通に1対1のミーティングで、うんうんうん、まあ、営業部とか、うん、これに関するミーティング、その後は経営幹部のミーティング、うん、その後はエンジニアの方の、うんうんうん、プロダクトの方のミーティングで最後面接みたいな、うん、今日の流れです。忙しいですね。盛りだくさんですね。ワクワクしますね。もう頑張っていきましょう。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか？今ミーティング終わったところです。お疲れ様です。こちらの方は株式会社パンプ代表の村上。おこんにちは、はじめまして。少しインタビューさせていただいてもよろしいですか？ぜひ。ありがとうございます。トムさんから見た細見くん、初めの印象どんな子でしたか？細見急に連絡来たんですか？いや、俺じゃなくて、はい、違うメンバーと連絡取ってて、はいはいはい、で初めて来た時どんな感じだったろうね。でもなんかこう初めて細見と喫茶店だよね。喫茶店で話した時はまだ18歳で高校3年生の時だったんだけど、なんか高校生に見えない、うん、なんか大人の風格みたいなちょっとあったかなとは今思えば感じるけどでやっぱ高校生だなっていう、うん、ワクワクしい感じでしたね、はい、なるほどなるほど。かずみくんから見たトムさんどういう方ですか？手本じゃないですか？手本。あのうちの会社ってすごく思いの強い会社なんですけど、はい、愛、挑戦、信頼ってこう大事にするべき価値観みたいなのがあって、私でもさっき思ったんですけど皆さんすごく気さくですよね。あ、だ私が来た時みんな声かけてくれてすごく優しくしてくれて嬉しかったですね。一言で言うと、トマップをみんなのホームにっていうテーマで、うん、今会社ってこう拡大していて、うんうんうん、でトムさんがその人事部とかも全部統括してくれてるんですけど、うんうんうん、そういう思いで温かい人間味があって、うん、こう愛を持てる人と一緒に働いてるって感じで、うん、そういう多分人間味のある会社なんじゃないかな、うん、一言で言うと、トマップをみんなのホームにっていうテーマで、うん、今会社ってこう拡大していて、うん、でトムさんがその人事部とかも全部統括してくれてるんですけど、うん、そういう思いでこう温かい人間味があって、うん、こう愛を持てる人と一緒に働いてるって感じで、うん、そういう多分人間味
になる会社なんじゃないかな。どういう人が来てほしいですか。どういう人、はい、まあ、ボスに言うと挑戦し挑戦させてあげられる人だったりとか、まあ、信頼し人のことを信頼して信頼されるような人の年齢とか、うん、性別とか、うん、生まれた出身とか、うん、は全然関係ないかなって思ってて、うん、やっぱり何考えて、うん、どう行動に移しているのか、うん、所属先も本当に関係ないかなって、はい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 、だから大学とか、うんうんうん、そうね、どこに住んでるかとか、うん、ね、関係ないもんね、全然関係ないし、うん、やっぱりその考え方とかが成果とかに結びつくんで、うん、ただそういうところは見てますね、うん、インタビューありがとうございました。こちらこそ良さ伝わりました。伝わりました。素敵な方です。本当に良かったです。で次はまたちょっと別のミーティングがあるので、はい、そっちの方に行ってきます。どんな感じのサービスなんですか。ゼロプラスゲート。はいはいはい、はい、ゼロプラスゲートはその一初学者からでも、うん、あのプログラミングを学ぶことができるサービス。うん、はい、なるほど。PC とかを触ったことがない人とかが来るような、はいはいはい、あ、そうですね、うんうんうん、まあ、僕が実際に教材を作ったんですけど、はい、すごい、はい、僕がその経験してきたそのやっぱり一からね勉強してきた見栄だったんで、初学者の気持ちはやっぱり分かるんですよ、ね、そういう人たちとかでも分かるように、うん、一からその説明してます。自分で言うのもあれなんですけど、もう最高に自信あるんで、はい、よろしくお願いします。次はちょっと面接官、人事の仕事。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日最後の仕事、最後の仕事が終わりました。終わりました。え、この後は、この後はちょっと運動しに行きます。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、分かった、道分かりました。 OKOKOK、 方向音痴。方向音痴結構分かんない道結構分かんない不安だよ、ついていくのが本当にジムにたどり着けるのか。今夢があって。夢？ミスタードーナツ食べ放題に行くこと。あー、もうあれ行きたすぎて、うん、ミスドめっちゃ好きなんですよ。うんうんうん、甘いもの好きって言ってた。大好きです。ポンデリングをたらく食べるのが夢です。すぐ叶うよ、それ。明日には叶うよ。着きましたか。着きました。じゃあジム行ってきます。行ってらっしゃい。お疲れ様です。お疲れ様です。やりたいことがない学生に向けて、人を大事にする。うん、人ってのはどういう人。人は自分も大事にするし、うんうんうん、自分の身の回りにいる人も大事にする、うん、それなんで。なんか好きな言葉があって、うん、なんか会うべき時に会うべき機会と出会うっていうのがあって、なんかその辺って結構ご縁なのかなっていうのは思ってて、うんうんうん、そのご縁を逃さないように、うん、自分の周りにいる人を大事にしたら多分自然と来るときにその機会が来るんじゃないかなっていう風にね、うん、自分は思ってるんで、人を大事にしてほしいです。行動することも大事だなって思う。一回しちゃえばもうその先ってすごい楽しいし、うん、まあ、私なんか自分もそんな、なんかまだできたかって言ったら全然何も、うん、これからなんで、うん、まあ、一緒に頑張っていきましょう。一日ありがとうございました。今後の活躍も期待しております。はい。